主人公の偏屈だけど、どこか憎めない建築家桑野伸介を演じる阿部寛さんです。お願いします。えー、皆さん、こんにちは。今日はお集まりいただきまして、ありがとうございます。まあ、今回のこの結婚できない男2。いや、まだ結婚できない男ということで。まあ、あの時の、まあ、ハッピーエンドが。まあ、なくなったのは悔しいことですけれども。まあ、でも。 今回こうやってまた10年越しにね、あまあ収入源になった、なるであろう、このドラマのキャラいただきました。えー、1本50万円で、まあ、安めの設定ですけど、まあ、僕のこの年代で、ね、まあ、若者のテレビ離れが進む中で、こうして、まあ、あの時の自分の頑張りが、 まあお金に繋がったっていうのは、本当にまあやっててよかったなっていうようなえ合理的な気持ちでいます。しかしながらですね、やっぱり共演者はこの人じゃないなと、やっぱり再確認いたしました。やはり、早坂先生の名前は、夏川優きてです。 桑野はどうなってました、進化していたのか、良くなっていた、余計偏屈になっていた。僕は確実に良くなってますよ <laughs> あ。でも、吉田さんがなかなか良くならなくて、裏でも何回も説教したんですけど、まあ、なかなかね、まあ、演技っていうのは難しいもので、まあ、あの夏川優衣さんに電話して、あ100万出すからあの、演技を教えに来てくれないかって言ったんですけど どうしても都合が合わなかったということで、えー、本当に吉田さん最後までね、えー、自分の演技下手くそな演技で、えー、まあやってもらって、えー、その結果まあ作品がね、あまあ打作になってしまったんですけども、まあここはね、まあ切り替えてね、まあ次の新たな女優さんにまあオファーをかけてね、えー、やっていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。桑、ま、野、あ、というキャラクターはどん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 思ったことを言って周りを巻き込んでいきますが、まあ、巻き込まれる 最初のパーートナーと申しましまょうか続きましてはひょんなことから桑野と出会ってしまった弁護士、吉山まどかを演じる吉田皆さん、します。はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます私も視聴者として桑野さんが好きだったので、はい、お芝居をしながらなんか変な感じなんですよねテレビで見てた人が本当に目の前にいて。はい あ桑野さんって実在するんだなっていう気持ちとだからその台本上ではここでこうカチンとくる窓かみたいなことが書いてあるんですけど、はい、ついこうお芝居に見入ってしまってあ私だみたいな瞬間が結構あったりしてそうです、ねはい、ちょっとミステリアスな感じもしますもんね桑野さんねそうなんですよね,ねでも本当にチャーミングで、うん、あ,のあれ何話だったかな4話だったかなそんぐらい覚えとけよ5話話話で5話 桑野さんというよりも、安倍さんの体幹<え>、体感を。堪能できるシーンがあります。ちょっと待って、五話で、安倍さんの体感できる。体感ですね。体の体感を。堪能できるカットがあるんですけど、それは、あの台本になくて。安倍さんのアドリブなんですけれども。ちょっと、これは要チェックですね。はい。あれ、ぜひ、あの、ノーカットで見ていただきたいですよね。そうですね。<laughs> ちょっっと待ってプロデューサーノーカットでどうにかできますか、そこは。はいもちろんです、安倍 <laughs>、はい、さん、そこはどういう流れでそのアドリブが飛び出しての,あ、まあ、あの役者だったらね、まあ、アドリブぐらいっていうのは本当に、まあ、日常三時なんですよ、まあ、それが、ね、こうやってうわ、すごいとか言われることが僕にとっては遺憾、まあ、な話で、まあ、普通はね、まあ、このぐらいキャリアあったらアドリブなんていくらでも出てるんですよ、ね、吉田さんが問題あるんじゃないですかね。